古月の笛、学名スリシアムカーリアムは、九空目鬼の角の害化に分類される巻貝の一種。インド太平洋の熱帯、亜熱帯域に分布し、内湾の砂霊堤に生息する。和ミを末尾に貝をつけ、古月の笛貝と呼ばれることもある。生貝は体か3 0トル、各径1 0トルほどで、ラスオはほぼ膨らみがなく、整った円錐形である。殻の色は、 暗褐色、高褐色で、個体や生息地の条件により、開国色も見られる。角表には縦横に、溝が走り、大きさが揃った丸い下流が三列に規則正しく、並ぶ。ただし角張や、背面の下流は摩耗しやすく、ラーバラが横島状にわずかに残るだけの個体もいる。生害の体操は、ら口左側に、コブが形成。唐口は、縦長の楕円型で、 殻に対してやや斜めに開き、短い水管と、あと溝があり、外側が飛行する。角口外苑には、小さな突起が、放射状に並び、横から見ると、形に湾曲する。なお若い個体では殻口が飛行せず、左側にも小ブがない。標準和名の、角笛は、形や彫刻が整った貝殻が装飾を施された、角笛に似ることに由来し、 カニモリ外族属スリシアムの複数の種類にこの名が当てられている。本種はその中でも黒か主色が強く、和名通り焦げているように見える。また蚊が異なるウミニナバトレリアマルティフォーミス、カワアイパイリナラプッポフォーミスにも似るが、殻の膨らみがない円錐形であること、殻口が飛行すること、各氷の彫刻が下流状であることで区別できる。インド太平洋の熱帯。 亜熱帯海域に分布し、日本では紀伊半島以南の暖流に面した地域で見られる。河口や内湾の砂底底に生息し、干潟やマングローブで見られる。鬼の角貝下は、旋回の岩礁、珊瑚礁性のものが多く、本種のように内湾砂底底に住むものは珍しい。また本種は、潮が引いても水が残る身をタイドプール、 環朝線付近等の狭い区域に集まっており、海になるよりは、カノコガイクリサンフェイバ、ヒメカノコシーエル、ワラニーンス等とよく見られる。また左霊に浅く潜っていることも多く、干潟の表面に出ている本種の多くは、四角、または、指長本ヤドカリパグリスマイニューチューズ、テナガツノヤドカリ、ディオゲネスニティダムニスなどの小型ヤドカリ類が入っている。日本では、 南日本に分布するが内湾の埋め立てや環境汚染により生息地、個体数とも減少している。四角しか見つからない日型もある。日本の環境省が作成した海類レッドリストでは2007年版で絶滅危惧通類として掲載され、各県が独自に作成したレッドリストでも8県で絶滅危惧種として名が上がっている。 日型の環境保全上で留意すべき種類である。しかし一方で多産地発見等の報告もある。例えば、長崎県レッドリストでは2010年版で、絶滅危惧 i b 類とされたが2016年改定で、絶滅危惧2類とランクダウンした。沖縄県レッドリストでは2005年版で、一旦、純絶滅危惧とされたが2017年版で削除された。ありがとうございます。